頃は昔々誰も見たことも聞いたこともない不思議な時代、都から数千里も離れたある山奥に大自然を相手にたった一人で生活している少年がいた。 大会には出場できるじゃろう。ほう、天下一武道会ですな。天下一武道会。誰だ。天下一武道会に集まってくる人間はもっと強いのだ。必ず来いよ。俺はもっと強くなって待っているぞ。 この牛乳配達を8ヶ月間毎日すること、これが早朝の修行じゃ。さて続いて朝の修行じゃ。
がいいか。いいね。うろんしてる。うわる。強くなっている。